皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネでわかる通りこの冬の移籍の動向だったり、未公開選手、これからの移籍の噂プラスね、来季の目標についてサムレッジ広島編を紹介していきたいと思います。このサムレッジ広島、いろんな移籍動向が動いてますけど、この動画を見ていただければ、これからの未公開選手だったり、新たな、移籍の噂というところもね、紹介できると思いますんで、今回、サムレッジ広島編を紹介していきたいと思いますので、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね。まず、目次ということで、この動画ではやるのは未公開選手だったり、新加入選手、加入が噂される選手、プラスね、来季の目標というところで最後まとめをしていきたいなと思います。この他にも今シーズンで退団してしまう選手などというところもね、紹介できればいいのかなと思いますんで、最後までご覧ください。はい、ということですね。まず未公開選手の方を紹介していきたいと思います。未公開選手、ゴールキーパーからですね、広永選手。広永選手は今シーズン30歳となっています。2017年に、1試合出場しました。そこからですね、第3キーパーだったり、第4キーパーという形で裏で支える形となっています。今シーズンの湘南ベルマーレ戦ではベンチ入りしたものの、そこからですね、試合に出ることはなく、3番手だったりというところを増田選手と争っている形になっています。今シーズンの1番手争いというところで大迫選手と林選手が争っていますが、その3番手というところで、この広永選手と増田選手が争っているという形になっています。契約更新ですね。契約更新をすれば7シーズン目という形になって非常にね、長い選手でもありますんで、非常に広島にもゆかりのある選手です。来シーズンもね、公開というか契約更新してくれることを期待したいなと思います。ディフェンダーはいなくてミッドフィルダーですね。ここから結構非常に重要なところになってくると思うんですけど、野津田選手です。26歳です。リーグ戦ではね、今シーズン8試合に出場しました。ボランチが主戦場で、シャドウだったりというところも務める経験もあります。青山選手のね、後釜候補として非常に有望株というか、期待される場面もありますけど、なかなか結果が出ずというところで、若手のね、土肥選手だったり、松本大志選手というところがね、どんどん台頭してきてるんで、もうそろそろ、結果を出さないと非常にきついことになっていくのかなと思います。個人的にはね、広島にゆかりのある選手ですし、残留してほしいというところが第一条件ですけど、移籍をして活躍する野津田選手というところを見たいんで、非常にね、ここは難しい決断になってくるのかなと思いました。続いてですね、エゼキウ選手です。エゼキウ選手は22歳ということで、今シーズンですか、移籍してきた選手で、15試合で2ゴール1アシストということで、15試合には出場したもののね、コロナの影響などもあって、非常に耐えたシーズンというか、心身ともに疲れたシーズンではありますけど、ここまでね、よく頑張ってくれたのかなと思います。契約更新をしてですね、期待できる2シーズン目ということで、来季も頑張ってほしいのかなと思います。ということで、個人的には考えると延長が濃厚という形になるのかなと思いました。清水選手、ここもね、非常に際どいというか、延長するのかどうかわからないところで、31歳となっていて、今シーズンはリーグ戦に3試合出場しました。かつてはね、サイドだったりというところも、プレー経験多かったんですけど、若手が台頭してきて、センターバック起用が今シーズン多くなりました。ちょっと厳しいことというか、個人的な感覚を言わせてもらうと、昔のね、キレっていうところはちょっと落ちてきてしまったというところを考えると、今シーズンでの延長だったり放出っていうところの可能性は半々になってくるのかなと思いました。続いてですね、このハイネル選手というところも、難しい決断になってくるのかなと思いました。ツイッターなどでもね、非常に議論が行われているところでもありますし、今年30歳というところで一番の問題点は、サロモンソン選手、アビスパ福岡にレンタルしているサロモンソン選手というところと、兼ね合いが問題点にされています。サロモンソン選手がもし復帰することになれば、このハイネル選手というところは契約満了という形が規定路線になってくるのかなと思いました。今季は18試合に出場するも後半戦は怪我で、最終的には帰国してしまったという形になりました。ツイッターだったりサンフレッチェ広島のサポーターの意見も半々という形でね、非常に難しい意見が割れているこのハイネル選手になっています。来季、フォーメーションを変えるというところもジョフ監督も言っていますし、4バックならサロモンソン選手、3バックならハイネル選手が必要になってくるのかなと思いますんで、近日中にね、おそらく契約のところは出てくると思いますんで、注目して見ていければいいのかなと感じています。はい、ということで続いてがフォワード陣ですね。ドーグラス・ビエラ選手です。33歳で、今季31試合で8ゴール4アシストということで、フル稼働を果たしてくれたのかなと思います。移籍が噂されるこの後話すんですけど、ジュニオル・サントス選手の加入も気になりますが、来季も必要な選手と確実になると思いました。8ゴール4アシストとね、ゴールだけではなく守備のところだったりっていうところでもね、貢献はしてくれてますけど、
まあリーグトップチームトップスコアラーの、レアンドロ・ペレラ選手が抜けてしまうことを考えると、来季はね2桁ゴールが個人的には欲しいなと思っています。ラストのところで鮎川選手ですね、19歳、世代別代表にも選ばれる逸材ということで、まあ広島が欲しがっている日本人フォワードとして、ね、将来が期待される、有望視される、選手になっています。まあこちらはね、個人的にはレンタルで、成長を期待したいなと思いますし、まあこのままいてもというか、広島でここ数年、まあ来シーズンなかなかね、出場機会を得られないということを考えると、まあレンタル先で J2 だったり J3 っていうところで、成長を遂げて、数年後にね、戻ってくるっていうのは個人的にはね、一番いい考えだと思いますんで、まあ今後のね、公式発表っていうところを待ちたいなと思います。はい、ということですね、続いては新加入選手、まあ3選手、今のところ3選手の紹介をしていきたいと思います。ディエンダですね、今津選手です。25歳ということで、ヴァンフォーレ甲府から今年ね完全移籍で加入をしました。36試合ヴァンフォーレ甲府時代、まあ今季ですね36試合に出場して、真ん中だったり、まあセンターバックの真ん中、右センターバック、サイドバックもプレイできる熱いプレイヤーで、ビルドアップというところがね、まあこれからの課題になってくると個人的には感じています。まあ野上、荒木、佐々木というところで、まあ野上選手は29歳で、佐々木選手は31歳ですか、というところで、まあちょっと高齢化も進んでるセンターバック陣にね、この25歳、若いセンターバックを、スタメン争いに食い込んでいくってなると非常に期待のところだと思いますし、まあ J2 でもね、熱いプレーで活躍をしていたこの今津選手、来季のね、スタメン争いというところも期待したいなと思います。まあこの広島にね、争奪戦の末加入してくれたということもあるんで、まあ広島へも多少はなりとあると思うんで、来シーズン以降もね、応援していきたいなと思います。二人目のところで藤井選手ですね。まあ、こちらは立命館大学から、正式に加入するということで、まあ、今シーズンは特別指定という形で15試合に出場しました。22歳です。東選手だったり、柏田選手っていうところとね、まあ、主に左サイドウィングバックですか、3バックだったり、左サイドウィングバックっていうところで、スタメン争いというところになってくると思いますんで、まあ、今シーズンね、非常に飛躍した東選手っていうところと、スタメン争いをしたり、まあベテランのね柏選手というところとどんどんねスタメン争いというところが期待になっていくと思います。まあ東選手というところとねタイプは違い、スピードだったり縦への推進力が持ち味というところもねこの藤井選手の特徴になっています。まあ3人目のところで、長沼選手ですね。23歳、ようやく帰ってきた、期待の新戦力だと思います。2017年には山形、2018年に岐阜、2019年と20年シーズンは愛媛というところで、まあ点々としながら個々のね、成長を図ってきた選手だと思います。今シーズンは愛媛で39試合に出場してね、ほぼほぼフル稼働したと思います。愛媛では左サイドハーフだったりシャドウというところもね経験をした経験もあるんで、まあ広島だったらシャドウだったり左だったり、まあ右もできるんですかねというところで、期待していきたいなと思いました。まあ、個人的にはね、この優下がりの長沼選手というところも期待していきたいなと思いますし、まあ、その他の選手、左サイドだったら藤井選手というところもね、新加入しましたんで、来季のサイドバック争いというところは期待していきたいなと思います。はい、ということですね、ここからは移籍が噂される3選手を紹介していきたいと思います。まあ、まずはね、レンタルで貸している2選手です。エミル・サラモンソン選手。まあ、こちら先ほど話しましたけど、31歳で、今季アビスパ福岡にレンタルをしていました。39試合に出場して10アシストということで、J2 ではね、アシスト王に輝きました。まあなかなかね、広島で1シーズン目成長を遂げれなかったというか、まあ実力発揮できなかったですが、まあ4バックということで、サイドバックのね、本職に就いたことによって、まあこのね、10アシストというところが生まれたのかなと思います。まあ先ほども言いました通り、上福監督がフォーメーションを多少変えるというところも言ってまして、4バックというところになったら確実にね、レンタルバックというところが規定路線になるのかなと思います。まあ逆にですね、福岡としても話したくない選手だと思いますし、今後のね、動向というところがめちゃくちゃ気になる選手の一人だと思いました。まあもう一人ね、22歳というところで、アビスパ福岡にレンタルをしていた松本大選手ですね。まあこちらもサロモンソン選手同様、一番ね、気になる移籍の動向だと思いました。今シーズンの夏に移籍をして25試合に出場というところで、アビスパ福岡の、昇格に大きく貢献した選手の一人だと思います。まあ、個人的にはね、青山選手の後釜候補として期待できる選手の逸材でもありますし、まあ、ここからまたレンタル延長するのか、まあ、はたまたね、レンタルバックをして、来季は広島で戦ってくれるのかっていうところが今後の期待のところだと思います。まあ、3つ目のところで、広島ファンなら誰も気になっている、ジュニオロ・サントス選手のところですね、26歳です。マリノスに、今季レンタルをしていましたけど、カシャレイソルとね、今シーズンで契約が切れるということもあって、このね、広島が最有力候補として挙げられています。今季の夏にマリノスに移籍をして13得点と大爆発をした選手になっています。
まあ個人的にはペレラ選手の後釜候補と言っていいのかぐらいのね、選手が加入することとなると思いました。ルヴァンカップ後にね、まあこのカシャレイソルが残っているということもありますんで、ルヴァンカップ後の公式発表というところになってくるのかなと思いました。まあそういうところを考えると、簡単にね、このカシャレイソルは、ジュニオル・サントス選手を離すってことは、オルンガ選手の去就というところも気になってくると思いますし、まあそういうところ含めて J リーグニュースで今後追っていければいいのかなと思いますんで、このジュニオル・サントス選手の公式発表を待っていきたいなと思いました。はい、ということですね、続いては対談選手の方を紹介していきます。まあ現時点で決まっている対談選手が、まあご覧の通りになっています。まず水本選手ですね、35歳です。今季は町田ゼルビアにレンタルをしていて41試合と、まあ、J2 でフル稼働を果たして、まあ、鉄人になっていますね。仕方ない移籍ではあるのかなと思いました。まあ高齢化、まあ若返りを図っているサンフレッチェ広島からすると、この水本選手、まあ非常にね、貢献してくれた選手ですけど、まあ移籍をしてね、新天地で頑張るというところにね、期待していきたいなと思います。まあこの水本選手はね、優勝を経験したり、本当に感謝しかない、選手だと思いますけど、これからね、町田ゼルビアでの期待を、していきたいなと思いました。2選手目、松本博也選手ですね。20歳の選手です。まあこちらもね、個人的には予想していたところでした。来季は大宮アルディジャに期限付き席という形になっています。まあ広島でも5番をつけていたところもあって、広島でも期待されていた選手ですけど、まあなかなかね、出場機会にも恵まれず、まあ武者修行という形になっています。まあ必ずね、数年だと思いますけど、レンタル移籍をして、成長してまた広島に帰ってきてほしい選手の一人だと思いました。3選手目ですね、河合選手です。21歳になっています。今季はね、レノファに27試合出場しました。まあ、帰ってきて、広島に帰ってきて活躍を見たかった選手の一人ですけど、とても残念になっていますけど、まあ、まだまだね、河合選手の、成長というところは止まらないと思いますし、いつか J1 の舞台で、河合選手を見れることを期待していきたいなと思います。続いて河村選手ですね。こちらも同様21歳になっています。愛媛に期限付き移籍延長ということで、まあ、来シーズンも愛媛で活躍することが決まっています。今シーズンもですね、愛媛で39試合に出場したということもあって、まあ、レンタルバックも全然あり得るのかなというところで、この延長になったんで、まあ、来年あたり復帰というところも全然あり得るのかなと思います。まあ、同じね、愛媛ということで、長沼選手が、広島に復帰したということもあって、個人的にもね、悔しい思いもしてると思いますんで、来シーズン以降ね、その悔しさをバネに頑張ってほしいなと思いました。ラストのところで、レアンドロ・ペラ選手ですね、29歳です。まあ、15得点とリーグ得点ランク3位ということで、非常に活躍してくれましたけど、まあ、ペレラ選手自身ね、広島に残りたいというね、気持ちも全然伝わってきましたけど、まあ、お金の面だったりというところで、ガンバ大阪への移籍がほぼ有力視されてきました。まあ、多少ね、仕方ない部分でもあると思いますけど、本当に、広島で活躍してくれたというところは変わりないので、まあ、本当にね、感謝の意味を、伝えたいなと思います。まあ、ガンバ大阪に移籍はしますけど、広島戦以外で活躍してくればいいなというところで、レアンドロ・ペレラ選手の今後の活躍も期待していきたいなと思いました。はい、ということですね、ここからは来季の目標、まあ自分なりの来季の目標を述べたいなと思います。まあ ACL 圏内を目標としたいというところで、まあ4チーム降格に加えて、ね、来季は東京オリンピックも開催されるということで、まあこのコロナの影響でどうなるか分かりませんけど、今のところね、東京オリンピックも開催されるということになりますので、まあ今季も、過密日程でしたけど、さらに来季は過密日程が予想されますので、まあ選手もね、試合以外のところで負担は大きいと思いますけど、開幕戦からのスタートダッシュに成功して、あわよくばタイトルということをダッシュしてね、まあ、ACL 圏内を個人的には目指したいなと思っています。まあ、上福監督自身タイトルだったりというところを目指しているというところも言ってますんで、まあ、広島自体ね、どんどん上を目指していってほしいと思いますし、上福監督が初年度2位というところからどんどんね、まあ、順位は下がってしまっていますんで、来季の飛躍というところも期待したいなと思います。まあ、何よりね、第一条件として残留というところありますけど、広島自体、まあ、どんどん上を目指していくっていう上で、この ACL 圏内というところを個人的に設定させていただきましたんで、まあ、来季以降もね、広島の活躍を期待したいなと思いました。はい、ということですね、今日は、広島の、まあ、加入選手だったりというところプラスね、新戦力のプラス、まあ、自分なりのね、来季の目標というところを、紹介させていただきました。まあ、現時点でこの広島の新加入選手というところは決まっていますけど、まあ、これからね、まだまだラストの補強というところ動いてい くと思いますんで、まあ、そちらね、随時 J リーグニュースで紹介できればいいのかなと思いました。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、一応ね、1月4日で2020年シーズンの公式戦というところが終わりました。来シーズンに向けてね、ここから各クラブ、さらにね、動いていくと思いますんで、自分自身追っていきたいと思いますし、まあ、早くもね、2021年シーズンの開幕がワクワクしている自分ですけど、いろんなサポーターがいると思いますんで、これからの活躍も期待していきたいなと思いました。
ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バイ。